こんにちは、長山です。相手に伝わる文章が書けないとお悩みではありませんか。今回は PREP の法則について解説します。こちらの4つの法則を使うことで、あなたの文章、つまりメルマガやブログの記事が今よりも2倍もしくは3倍以上になります。ではその4つの法則ですが、1つ目がポイント、結論や要点の説明、次がリーズン、その結論を出した理由、その次がエグザンプル、具体例の紹介と裏付け、その次がポイントでもう一度説明し直すとなっております。では1つ目からいっていきましょう。ポイント、結論や要点の説明、なぜこのような結果になったのか、どうしてという部分を説明することで、この結論を付けたことに信憑を持たせることができます。次、リーズン、その結論を出した理由、さらにその結論をしっかり説明するために、ここで行動するしかないかの分かれ目ともなります。では次に行きましょう。エグザンプル、具体例の紹介とその裏付け、簡単に言うと証拠ですね。報酬画像や読者数や、お客様の声など証拠を示してあげることで、あなたの読者さんは信用してくれるようになるということです。で、最後にポイントとしてもう一度説明し直すことで、読者さんがなるほどとか忘れていたということを再度確認することができますので、ぜひやってみてください。ありがとうございました。